こんにちは、シャンシャンです。今回は、草書を覚えようです。この筆ペンを使って、草書を書いていきたいと思います。今回書くのは、名字の原さんです。原さんは、全国で62番目に多い名字です。24万5千人いらっしゃるようです。島根県では6番目。長野県では14番目に多い名字です。日本の鉄道発祥の地、横浜。横浜駅のすぐそばにある原鉄道模型博物館。この創設者の原信太郎さんは、世界的にも著名な鉄道模型製作、収集家です。東京、芝に生まれ、3歳の頃には三田の市電車庫を、食い入るように見つめたと言います。小学生の時にはすでに一番切符を集め、カメラを持って鉄道の写真を撮るための長旅もしたそうです。13歳で最初の鉄道模型を製作。その後、最新の技術を活用して本物を忠実に再現したいという思いから、鉄道技術書籍を読む上で必要になったドイツ語、フランス語等を習得。これまで訪れた国は、延べ約380カ国。所蔵模型数、約6000両。撮影したスチール、約10万枚。フィルム、約440時間。鉄道書籍、関連コレクション多数。筋金入りの鉄道ファンです。そのコレクションを展示している博物館は、鉄道ファンでなくても圧倒されずにはいられません。楷書、行書、草書ですね。草書はいろいろな書き方があるので3種類書いてみました。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で。